偕楽園開園180年記念行事の一つとして、孝文帝中庭の特別公開がありました。普段入ることのできない中庭を専門家に説明を聞きながら見学しました。蒲石と呼ばれる靴脱ぎ石です。当時はここが正面入り口だったようです。この蒲石の上部には斉昭公自筆の孝文帝と刻まれた扁額があります。鏡石、回転雨戸、歴史的樹木等、興味深いお話がありました。これより、新緑の偕楽園をご案内します。七曲り坂、大杉森、妄想竹林、緑の梅林、それに藤の花などをお楽しみください。